雲の中では何が起こっているのか、雲を掴もうとしている話、発売おめでとうございます。はい、荒木健太郎の新刊、ついにですね、発売日ね、23日だったんだけど、はい、アマゾンから今日22日にもう届いてしまいました。イエイ。ね、当然僕も荒木から一冊もらってましたけど、もう一冊ね、荒木から以外にアマゾンに注文しましたよ、うん、と思っていたらお母さんも自分で注文してたんですね。はい、2つ箱が2個届きましたね。あれって思って。まあ一人一冊絶対欲しいです。いや、これ本当にね、まあ改めて、まあ僕は何度も言ってきましたけど、どうですかこの完成度。ね、素晴らしいですよ。素晴らしいですよ。素晴らしいです。はい。まあ今日はね、ちょっと中身はこれから改めてじっくり読むとして、やっぱりこのキャラクターが一番ね、大きな特徴かな。そうですね。もうストラップにしたいぐらい。そうです。秀逸な出来のキャラクターばっかりなんで、その辺、どうなんだろうね。どんなグッズだったらいいかね。あ、そうそうそう。マグネット。マグネット。あとシール。シールね。シールも欲しいね。ね、うん。ステッカーとか。ステッカー。うん。いろいろ。うん、何でもいけるよね。いける。まあ、登場人物全部でこれぐらいいるんですけど。はい。みーちゃんどれが好き？みーちゃんはキャラクターどれが好き？これ。ね。うん。こいつこれこれこの雪のやつね。せっぺん、せっぺん、せっぺんが意外となるほどね、うん、かわいい、ね、ですよ。かわいい。ただ意外とマニアックなところ、うん、でもこれね、なんだそう、結構人気あると思うんだ、ちゃんと世の中に知られれば、うん、これは本当にあなた雪の女王でも出てきたし、あれだよね、あなた雪の女王でもせっぺん出てきたし、ね、知ってるこれ、今書いて書きたくなるよね、この六角形が、うん、はい、はいはい、他にママはどれ、あ、ママが気になっているのは、うん、ああこれか、はい、ワンワン、ワンワンこれね、ワンワン、これね、パーセル君なのかっていう、え、そうそうそう、パーセル君なのか、このね、うん、口を開いた感じの特徴がこのクラウドン、そうだね、なのかなって思ってたんですが、こっちがパーセル君じゃないですか、そうそうそう、そう、なんかね、うん、酔っ払ってる感じの方がパーセル君、イメージです、うん、でもこの舌がこう、あ、舌じゃないや、口がこう開いてるのは、なんですか、これ何、クラウドンとかの顔なんじゃないのっていうイメージがあったけど、意外とでもね、シーンによってはこの顔をしてるんですよ。開く、うん。たまにね。だから、デフォルトはこっちが、こっちの顔のパーセル君、まあ、この間主人公なんだけど、どういう状況の時にこう、口がピッとなるか。なんかなっちゃった時なんだね。あるシチュエーションの時だけなんだ。なるっていうね。まあ、このパーセル君ね、この本の中の222枚のイラストの中のですね、まあ、あらゆるところでパーセル君出てくるわけですよ。そのパーセル君の、注目ですね。うん。このパーセル君の一生というか人生というか、あらゆるシーンでの、こう、ね、物語と言ってもいいかなと思うんですけど、うん、まあ、どういう時に、どんな物語のシチュエーションでこうなるのかと。いうことですよね。アラケンも、ワンワンの意味がね、よくわかんない人は、アラケンの自分で撮ってるムービーで、そうです。素晴らしい10秒、たった10秒なんですけど、あれは、出落ちだけど、バカ笑いしちゃいます、ね。笑いました。うん、まあ、小さい子供がいる人はね、わかると思います。1歳2歳ぐらいまでは、そうですね、親はこうなるよねっていう、うん、でそれをなかなか人前に出せないよね、うん、それを取ったね完全にもうパパになった、ね、うん、パパになった、ね、ぜひ見ていただきたいですね、はい、あとは何だっけ、なんか改めてっていう話は、
あったかな。改めて。うん。まあ、ずっと完成までの原稿自体は、はい、うん、もう読ませてもらってましたけど。ここじゃないんだよ、だから。なんだっけ。さっきの人に。ああ、どういう人に読んでもらいたいかっていう話ね。うん、うん。まあ、気象と、当然ちょっと気象でも、ちょっとでも気象興味持ってる人は、まあ、一般気象学と合わせて、全員、改めてですね、買ってみた方がいいと思います、僕は。こんな表現の仕方で、一般気象学を読み直せるのかと思うと、一般気象学の価値も上がるし、逆に自分だったらこう表現できるみたいなものも、ね、パーセル君じゃなくて自分だったらこういう例えるなみたいな、うんうん、そんなのも引き出されるみたいですね。そうですね、うん、難しいことをどうやって分かりやすく面白く人に伝えるかっていう勉強にもなります、ね、ああ、なるほど、うん、はい、だから例えばね、広報課の人とか ね、 そうですね、僕読んでほしいですね、うん、あとは何ですかね、身の回りの身近な人で行くと、うん、この辺か、うん、先生とかね、先生だ、そうですね、ぜひですね、教育関係者に携わる方、うん、もう保育園、学童、小学校、中学校の先生方、うん、これね、これ真面目な話なんですけど、はい、いや、本当読んでほしいんですよ。そうですね、これ真面目な、子供預かってもらってる立場として、親の立場として、うん、そうそう、実際最近そう感じたことが、はい、ありました、ありましたよね。はい、先月ね、雷雨の中を、雷雨の中をこのタイミングで返してしまうか、帰れと言われたと、うんうん、いう、まあルールだったから、一旦ね、うん、教室を出たらもう戻ってこないでというルールが、ね、あるんですけど。はい、しかし、うん、この日のこのタイミングはダメだったなっていう、うん、だから10分待てばいい話じゃない、うん、っていうことだよね。どっしゃぶりのバチバチ雷鳴ってる中を子供が帰ってきて怖かったって言ってたのが、うん、そうだね、はい、まあそんなにね、そうそう事故にはならないとは思うんだけど、うん、でもやっぱり10分ずらすぐらいの判断っていうのはあってほしいですよね。いや1時間2時間預かって親に心配されたりどうだったかっていうのだったら判断難しいから、うん、もちろん分かりますけど、うん、あれ10分ぐらいですね。そうです、本当に、うん、でいや本当にそういうちょっとしたことなんですけど、お、素晴らしい、セッペン書いてるんですよ。ね、こう小3の娘がね、いきなりその場で自分で書けちゃう、セッペンちゃん書きました、書いてくれましたよ。ね、あらけん見てますか。素晴らしいでしょ、これ。でもね、本当にね、描けるんですよ。でね、こういうキャラクター描きたくなるっていうので、いいね、入れたら十分いいと思うんだよね。興味の入り口としては、はい。で、だからその、まあちょっと話を戻すと、教育館、子供を預かるとか、教育に関わる人って、本当ちょっとしたことで、秘書関係はそういう判断が、もっとあった方がいいんだっていう。そうですね、ところたくさんあると思うんですね。そういう人には、うん、ぜひ一冊持っといてもらって、その全部ね、分かろうとしなくてもいいと思うんだけど、うん、教育者としてはこれに触れとこうっていう意識をどっかに持っていってほしいなと。でこれは絶対その専門知識があるんだとか、自分はどういう立場だから難しいとかっていう話じゃないと思う、うんうん、これ全員必要じゃないですか。でもっと言ったら、もう教育に関わる立場って言ったらもう親全員ですよ。まあ、そうです、そんなこと言ったら。そうですね。うん、いやでも絶対ママともパパとも全員に僕はこれ自信持ってお勧めできますよ。本当に。うん、配りたいくらいなんで。絶対読めます。さっきよりも温度が上がっている。うん、上がってますか？何度ですか？ね。うん。何度？28度。そんなこんなで、はい、まあ、おすすめしたい人はいろいろいますが、はい、まずは教育関係者ですね、はい、親を含めて、はいはい、にぜひ手に取っていただきたい。そうですね、誰しもがこれ持
出てほしい、うん、ほんと簡単な判断ができるようになると思うんで、でまあ楽しめますから、単純にね、あのもうお父さんお母さんと一緒、お父さんと一緒みたいなあのコンテンツとして楽しんでもらったらそれでとりあえずはいいと思うんですけど、はい、うん、ということでですね、まあキャラクターの話と誰に読んでほしいなっていうのは話してきましたけど、まあ改めまして、はい、あれ荒木さんおめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあねーバイバイ、みーちゃんもバイバイ。はい。